こうした中、大分市では被災地に派遣された日本赤十字社検視部の医師や看護師など8人が戻り、帰着式が行われました。式では初めに地震の犠牲者に黙祷が捧げられました。8人は先月29日から3日間、石川県七尾市の避難所を回り、被災者の健康管理などを行ったということです。避難者の方ですね、が、その心の問題だったりとかを抱えているのが特に大きな問題だと思いました。日本赤十字社検視部では、今月8日から第3班となる職員8人を現地へ派遣する予定です。